さいたま市にある株式会社ラットクルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。よろしくお願いします。タイソンチャンネルで僕らは育った、タイソンチャンネルの子供たちだ。はい、いいだろう、省略で。で、ちょっと真面目な話していいか。クリスマスもさ、終わったじゃん。正直クリぼっちよ。彼女いねえんだから。で、さすがにやばいなと。いや、モテないことはないんだよ。インスタの DM とかでさ、結構好きですとかさ、結構そういうのあるんだけど、やっぱファンの人にとあれしてなんか追い出すのも俺嫌だから全部突っぱねてるんだけど、だからモテなくはないんだけど、まあ彼女ができないっていう状況だから、実は密かに俺さ、2週間ぐらい前かマッチングアプリやってんだよ、タップルってやつ。マジよ、俺のマイページ見て。見れる？タイソン。ガチよ。タイソン41歳、埼玉って、これね、見えるかな。で、これでまあやりとりで、でね、笑い事じゃねえからな。俺はいたってマジなんだから。で、これで一人、あれ、名前なんだっけな。ちょっと待って。真中ちゃんって子が、ヒットしたのよ。ヒットっていうか、仲良くなって、マッチングして、で、実は LINE 交換まではもうしたの。そう、いい感じで。で、まあ、俺のアイコンで所沢タイソンってやってるから、もうあっちも所沢タイソンってことは認知してるのよ。うん、で、LINE 交換して、まあ LINE ちょこちょこってやったんだけど、で、ちょっと、まあこの子のプロフィールの顔写真はちょっと見せられないけど、プライバシーのあれだから。めちゃくちゃ可愛いのよ、若くて。まだ20、20代前半だったかな、確か。そう。で、ガチでこの子俺ちょっと彼女にしたいと思ってるから、まあ今さ、この LINE とかのやり取りだけじゃん。で、ちょっと電話して、リアルに話をしてみようと。今日はちょっとそれをちょっと撮ろうかなと。よくね？ちょっと。で、これで本当に彼女ゲットできたら、それはそれでやったじゃん。ちょっと待って、まなかちゃん、ちょっと待って、これだ。ちょっとかけてみるよ、LINE。出るかな、出るか、ちょっと、いけねえかけるかあれだけど。じゃあかけます。彼女ゲットなるか、いけ。あ、スピーカーだ。もしもし。あ、もしもし、タイソンです。はい、あ、こんばんは。はじめまして。はじめまして。LINE ではね、ちょこちょこやらせてもらってます。はい、はい。あれ、まなかちゃんでいいんだよね。はい。あれ、年ってさ、いくつだったっけ。23です。あ、そうだよね、23、若いんだよね。はい、はい。いや、なんかなんだろう、かけた方がいいけど、何喋るっつうか、緊張するよね。めちゃめちゃ緊張してます。俺が所沢タイソンっていうのは分かってんだもんね。あ、はい、 いや、めちゃめちゃファンでびっくりしました。あ、で、本物だみたいな。
あもう初めから分かってたんだ。ファン、俺、あ、まあそうだよね。俺のアイコン出てるから。あ、はい、写真で。そうだよね。でもちょっと本物かなってくらいはあったんですけど。ああ、いや、本当に本物だよ、今。なんかちょっとびっくりしてます。え、真中ちゃんってどこに住んでんの？東京です。来たいや、これがさ、地方の人とかだったらさ、はい。いや、遠いじゃん。だから、あれかなと思ったけど、東京って言ったらもうすぐ会えるじゃん。あ、すまん、会えますね。え、彼氏はいないんでしょ？はいないです。なんでそんな、写真見たらめちゃくちゃ可愛いのに、なんで 彼氏いないの？え、ちょっと、2年前に別れたんですけど、うん、その彼をちょっと引きずってた部分があったし、ちょっとなんか今はもういいかなとか。なんだよ、そんな過去の男俺が忘れさせてやるよ。いや、本当ですか？でもめちゃめちゃファンです。あ、本当に、あ、ガチファンなの？あ、だから本も買ってます。マジだ。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい。あ、そうなんだ。はい。何、俺のどんなとこが好きなの？え、いや、なんか、もうなんだろう、嘘がない感じの、うん、リアルを配信してて、うん、もう強い、かっこいい。あ、そっか、配信、YouTube とかも、YouTube とか見てくれてるんだ。はい。インスタも YouTube も全部本も読んでるんで、なんかそのリアルな感じが。え、待って待って、インスタにもいるの？あ、いいか、フォローしてます。あ、そうなんだ。はい、ありがとう、ありがとう。はい。あ、そうなんだ、マジか、はい。俺、や、ちょっとさ、もうクリスマスも過ぎちゃったんだけどさ、はい、まあ、俺も一人で過ごして寂しい思いしたんだけど、はい、ちょっとここらで俺も本当に真剣に彼女欲しいなと思ってて、はいはい、そうそうそう。でもまあなんかインスタの DM とかではまあなんか好きですだのいっぱい来るんだけど、はいはい、そうですよね、うん、なんかそういうのに手つけるのもなんかなっていうあれだから、はい、ちょっと、はいはい、抵抗があってさ、はい、でマッチングアプリを実は2週間ぐらい前から始めてさ。 あ、そうだったんですか？そうそうそう、うん、そんな理由だったんですか？そうなんだよ、本当に ガチで探してて本当に欲しいからやってんだけど。だからちょっとワンちゃん、はい、俺マナカちゃんと付き合いたいなっていうぐらいなんだけど。え、逆にいいんですか？全然いいよ、だってあの写真。逆にいいんですか？いや逆に俺もだって41よ、俺だって。いや、もうめちゃめちゃファンで好きです。だから基本 LINE は交換しないんですけど、うん、ちょっともう交換したいと思っちゃいました。マジありがとう、ほんと。はい、そっか、じゃあちょっと、はい、一回会いたいね、本当にね。え、会いたいです。いや、仕事とか休みの日はって何、いつ、あの日曜日とか休み？あの、全然合わせます。あ、マジで？はい。じゃあちょっとキンキンにこれ会いたいな。まあ、これ会うときは、はい、まあ、ね、本当に個人的に会うからあれだけど。はい、はい。何、ちょっと突っ込んだあれ話しちゃうけどさ。はい。何、会ってそれこそセックスとかオッケーなの？うわ、それもう良ければ全然。え？良ければ。マジで？それは、はい。23歳からして41歳って結構おっさんじゃない？大丈夫？いや、初めて。そんな年上ですけど、でもめちゃめちゃ好きなんで。マジか、セックスありだって、はい、最高じゃない？俺だって、俺ちょっと先に言っとくけど、俺結構変態だよ。え、そうなんですか？いや、それはまあいけますね。マジで、俺おっぱいは興味ないんだけどさ。はいはい。お尻フェチだからさ。ああ、お尻ですか？お尻は全然、はい。自信ある？俺自信ありますよ。マジで、俺アナルの匂いとか、はい、匂いとか嗅いで俺舐めちゃうよ、俺。まあそれくらいなら。最高じゃん。最高にノリのいい子じゃない？やばくない？マジで？大丈夫。はい。え、それが超エロいみたいな？いや、まあもっと、まあアナルも好きだし。はい。なんだろうな、あの結構なんつうの、あの SM とかはしないけど。はいはい。なんか縛り付けたりとかそういうの好きなんだよね、結構。あ、それも別にそれはいけますね。なんか縛り付けて、はい。すっぱだから縛り付けといて。はい、なんか1時間ぐらい放置してるみたいな。
あ、放置ですか。そう、うん、ああ放置、うん、まあ一緒にその空間にいてくれれば、まあ、あもちろんいるよ。ああはいはい。え、どういうなんかどういうなんか性感帯とかあんの。どこが気持ちいいとか。気持ちいいので今までだったら、うんうん、乳首かな。あ、乳首か。はい、俺 おっぱいあんま興味ないんだけど。ああ、いや、合わせますね、やっぱり。いや、俺は本当にもう、はい、もうクリトリス一筋だからさ。ああ、はいはい。クリトリスの皮ひんむいてもペロ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 しちゃうから俺。ああ、大丈夫そういうの。ちょっとまだ経験ないですね。嘘でしょ。それは、はい。クリトリスひんむいちゃうよ、俺。大丈夫？大丈夫そういうの。ちょっとそれはクリは厳しい。触るぐらいだったらマジでちょっと。いやでも会いたいな。じゃあちょっと、いやちょっと、いや攻めたいわ。いじめたいわちょっと。いやちょっとなんかちょっと会うのちょっとなんかファンだったけど、そこまでだとちょっと怖いです。怖い？いや、あ、別にあのそのなんつうの、その SM みたいな痛みつけたりとかそういうのはしないよ。いや、はい、ただド変態っていうだけ。そこはちょっと了承してもらわないと。はい、もし会うんであればそこはちょっと覚悟してもらわないと本当に。あ、いや、ちょっとすいません。ちょっと、ま、折り返します。ごめんなさい。え、ちょっとすいません。何折り返す。どういう。いや、まあ正直ちょっとそこまでだと私ちょっとダメですね。え、なんかえ、ついていけない。そこまでだと、まあ、はい、なんか、うん、マジ。アナルは OK でクリトリスきついの。あれあれ、ケロした。なんだよ、まなかちゃん、なんで切るの。さすがにドン引きしたのかな。そうでしょ。ちょっともう一回、もう一回かけるよ。あれ、あ、ちょっと待って、ちょっともう一回かける。なん切られちゃった。そそるじゃん、この女。そそるじゃねえか。おい、出てくれよ。これで振られるのは勘弁だ。頼む。クリトリス舐めさせてくれ。マジで出ねえんだけど。なんだこれ。ムカついてきたな。上等だよ、こいつ。なんで俺のファンとか言って、俺の本まで買っといて。で、セックスいいですよと。で、お尻も大丈夫。で、クリトリスひんむいて俺ペロペロしちゃうよって言ったら、なんで引いちゃってんの。当たり前の話じゃねえかよ。振られたパターン。何目をついてるの。嘘でしょ。せっかくマッチングしてさ、いい感じだったのにさ。で、今本当に初めてかけたんだよ。ちょっと変態すぎたかな。でもだってそうじゃん。会ってもう大人なんだから、じゃあ会ってお茶しましょう、飯食いましょうで終わるわけないでしょ、うん、やっぱその先があるわけじゃん。だからセックスは大丈夫ですかと。じゃあ大丈夫です。で、俺お尻好きだよって。アナルとか匂い嗅いでるペラ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 しちゃうよって。そこも大丈夫です。クリトリスになった時急に恥ずかしがっちゃってさ。誰かいねえか、俺の女になってくれる人。頼むわ。あの、概要欄に俺のメールアドレス貼っとくんで、
我こそはという女性、いたずらミキでメールしてくれました、写真付きで。いやちょっとなんかショックなんだけど、マジでせっかく捕まえた子だった子だったから入ったな。皆さんちょっとこれもある意味教育だな。行き過ぎた下ネタはね、初対面というかさ、初めましての子に行き過ぎた下ネタはアウトだと、これが今日の教育よ。俺が伝えたいのはそういうこと。ただ本当にショック。なんだっけ、まなかちゃんだっけ、叫んじゃねえもんよ、これ。折り返してこい。なあ、これ YouTube に流してっからな。見たら折り返してこいよ。いじめてやっから。じゃあ、テソンチャンネル。キッズ用品ヤンクレー、育児のためのブランドです。お手頃価格で販売中なので、概要欄からチェックをよろしくお願いします。ホワイトニングショップ恵比寿店さん、一度ですごい効果が得られますので、皆さんぜひ体験してみてください。概要欄からチェックをよろしくお願いします。ホーユーさん、ガクトさんや井上尚弥さん、アスカキララさんなど芸能人も多数愛用している光る花です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。